こんばんは、坂亮です。今日はこの自作の M5 のシステム手帳、これなんですけど、わかりますかね。ここにこのリングの当たる跡がついているので、これを保護するリングサポーターを作ってみようと思います。中はこんな風になってて、外は一見わからないんですけど、よく見るとちょっとだけあるんですよね。はい、気になるかならないかは置いといて作ってみようと思います。で、コメントでクリアファイルで作りましたっていうのを教えていただいたんですけど、よくよく考えるとね、この手帳を作った時にちょうど同じぐらい余ってるんですよね。で、同じものをもう一個作ることはないので、これを作ってとか、これを使って作ってみようと思います。ちなみにこれはこれですね、ダイソーで買いました。200円です。で、この手帳ちょうど半分のサイズぐらいでだいたいできたので、110円ですね。これはね、材料が、はい、これを使っていきたいと思います。で、サイズなんですけど、まず長さはちょうどこの、この金具のここからここの部分でいいかなと思うんですが、110ですね。そしてここなんですけど、ちょうどだいたいここから2センチぐらいのところに跡がついているんですね。で、こうやった時に確かに2センチぐらいのところで跡がついているので、両端はここは2センチで、あとこの分の幅ですよね、ここが 1.5 なので 5.5 で作れば良さそうですね。はい、110と 5.5 で、110で 5.5 このくらい、110で大体このぐらいかな。これで今線を引いたのでカットしていきます。確かね、一回では切れなかったような気がする。切れないね、2回で切れました。はい、切れました。こうですね。そして、一旦これを外しましょう。どっちだっけ？私今閉めてる？閉まってた。
このネジ式だと、まあ外しやすい、カスタムしやすいんですけど、今日ねバッグの中でこのネジが外れていました。まあ外れててもバッグの中だからまあなくさないし、あとこの中に入れてたリフィルはね、これが閉じてるから全然ばらけたりはしてないんですけど、片方だけ外れてなんかねこんな感じにこんな風になっていました。なんでかなって思ったけど、多分こっちが回ってしまうのかもしれないですね、何かに当たってね、うん、はい。でちょうどこの同じところに穴を開けたいんだが、こんな感じで、こう、まあいいか、こっちで。どうしたらいいんだ。ここで。真ん中なのかっていう疑いが出てきた。これでいいかな。こいて、でちょっと穴の目安を。なんかそもそもこれまっすぐじゃないような気がしてきたけど、まあいいや。はい。穴を結構開けないとあのビスが入らなかったですよね。でこの厚みがあるからどうかな、通るのかな、どうなのかな、ちょっと心配になってきた。その時はクリアファイルで作るか。どうかな。そもそものこっちか。よいしょ。通るかしら。えい。えいって難しい？難しいか。よいしょ。結構開けないと難しいんですよね。通らないね。一度塞がっちゃうもんね。難しいな。よいしょ。これでいかないか。いかないのか。言ってくれ。くれ。難しいな。ちょっと禁断のハサミで。なんとか通った。ってことはこっちも同じようにちょっとハサミで。よいしょ。これで通るかな。
なんとかいきそうです。もう一度チャレンジ。そもそものこっちの穴がよし、そしてこっちも、なんだろうね、一度開いた穴が塞がってしまう、縮んでしまうの、しばらく置いてると。これで金具が入るかどうかだよね、問題は。どうかな、なんか穴の位置がよし、微妙に曲がってしまっている曲がってしまっているけど、とりあえずいいや。このなんか行き当たりばったり感、ちゃんと設計しないとこういうことになってしまいますね。すいません、もう私ね、手作りとか実は苦手なんですよ不器用すぎて。この買った方が早いっていう考えの人なので、こんなね手帳自作するなんて私にはありえないことなんですけど、今までのね私だったら。まあちょっとこれはちょっと楽しいので、はい、というわけでちょっと斜めってしまいましたけど、なんとかできましたよ。斜めったことでちょっとどうかなという気もしますが、ただ一応保護はできてるっぽいので、はい、ということでこの斜めね、穴の位置をちょっと誤ってしまいましたけど、はい、プロテクターじゃないね、なんだっけ、あ、リングサポーター一応これでできました。はい、一応革、同じ革を使ってねできました。まあここを縫ったりはしないです。はい、これでちょっとまたこう閉じなくなってしまったけど、多分こうやってれば、しばらくこうやってれば多分大丈夫だと思いますので、もうねこのあとは今隠れてるから気にならないし、こっち表の方はまだそんなに出てないから、まあ、大丈夫かなと思いますけど、ちょっとこれで様子を見たいと思います。で、今ちょっとこのね金具がフィットできるかどうかっていうのはちょっと使って確認したいと思います。これがちょっとねいまいちであればクリアファイルで作ろうかなと思いますけど、うん、このちょっと斜めね、気になる人は気になるかもしれないけど、普段使うときはリフィル挟んでるからこうやって見ることはないのでよかろうということで、はい、これで終わりたいと思います。はい、今日は自作のシステム手帳ミニ5にリングサポーターを作ってみたよという動画でした。見ていただいてありがとうございました。お片付け、はい、それではまた。